皆さんこんにちは、サイバモエです。三重県松阪市飯南町シリーズ第4弾です。同じような建物ばかりで飽きてきた方もあるかもしれませんが、今回は違うタイプの仮想場も訪ねますので、ぜひ最後までご覧ください。いや、冒頭から飯南町シリーズのいつも通りの仮想場じゃないかと思われるかもしれません。確かに波体、魚瀬、大祖、上二垣、下二垣の各仮想場と今見ている仮想場、似た作りですので、そう思われるのも最もです。特に大祖仮想場に似ているこの仮想場、ここは向こうかゆみ本郷の仮想場であります。シャッターや照明の作りもそっくりです。電力量計の設置位置が違うくらいしか差を見出せません。残骨入れが建物の脇に設置されています。近代的な仮想場、桜坂飯南ができるまではこの仮想場も使われていたでしょうから、中は空ではなくお骨が詰まっていると思われます。煙突の設置のされ方も大祖仮想場と同じだと思います。ちなみに少し写真が白飛びしていて分かりにくいですが、仮想場の向かいにお墓があって、ここは墓地と一体化した仮想場です。斜め後ろから眺めました。残念ながら中の様子が分からないのですが、窓の数から推測すると作業室と炉前が分かれているのかもしれません。いや、わざわざ分ける必要はないかもしれませんが、それなりの広さであることは分かります。次、インターネットで検索して存在を以前から知っていた有馬の共同仮想場を目指します。すでに住所は有馬のになっているところで、何やら怪しいものを見つけました。手抜きをして接近せずズーム撮影してみました。どうやら仮想場のようですね。それが分かってアドレナリンが急に分泌されたようで、近づいて確認しようという意欲が湧いてきました。狭い道の先に墓地があります。畑に隣接していて、墓地は生垣で区切られています。この道を歩いている時は滑走路があまり見えず、つい早足になってしまいました。はい、古いお墓もありますが、綺麗に整備された墓地でした。そして真ん中にはレンガ製の仮想炉が設置されています。これが有馬の共同仮想場でしょうか。共同という名前から想像するのとちょっと違います。先ほど見た本郷の仮想場や、それに似た作りの数々の仮想場は昭和50年代に作られたそうです。その頃、飯南町で仮想場建設ラッシュの時期があったようです。それ以前にも集落ごとの仮想場があり、これはその時代の仮想場ではないかと推測します。ここの小技は有下というそうですので、有下仮想場と呼ぶことにします。状態の良い薪が置いてあり、さすがに仮想用の燃料ではないと思いますが、たまたま綺麗に残っている可能性も否定できません。結局用途は不明です。裏側にある煙突は上の方に行くほど細くなる作りになっています。4層構造になっています。他の3枚ではどうなっていたかあまり意識してきませんでしたが、今後はそういう視点でも見ていきたいと思います。有下仮想場からさらに串田川上流に進むと高い煙突が見え、そこに到着したら墓地と仮想場でした。ここが有馬の共同仮想場だと思います。昭和39年に移転してきたと書いてあります。この情報は私を混乱させます。集落ごとに有下仮想場のような仮想炉むき出しの施設を持っていたのが、昭和50年代に飯南町全域で一気にコンクリート煙突を備えた仮想場に置き換えられた、そういうストーリーでまとめようと考えていたのですが、ここは昭和39年という微妙な時期に作られたというのです。
ではその仮想場はどんな感じかというと、はい、ご覧のようになっています。確かに昭和39年に作られた建物と言われて納得がいきますね。本郷の仮想場などに先駆けて、ここは当時の水準で近代化されたのかもしれません。有馬の共同仮想場と書いてあります。ここで間違いありませんでした。透明ガラスで中が見えるありがたい施設です。手引きの霊柩車も置いてあって、イーナンチョーシリーズ動画では魚瀬仮想場以来の登場になります。他の仮想場も建物の中におそらく置いてあったのだと思いますが、自分の目で見られるというのは嬉しいものです。さて、お待ちかねの炉前の様子です。古びてしまっていますが、化粧扉や壁がピンク系でおしゃれですね。作業室と隔てるドアが木でできているのがまた味わい深いです。お重が溢れているかどうかについては私は触れませんので、皆さん各自写真を見て確認してください。煙突が高いので横長の写真で全部を収めるのがなかなか難しいです。これは隣の墓地から眺めた様子です。墓地とは反対側、隣の道路から撮影した様子です。広角レンズを備えたカメラに持ち替えて、なんとか全体を写すことができました。とにかく高い煙突なのです。裏口の様子です。ガラガラっと大きな音を立てそうなドアがノスタルジックでいいですね。飯南町の仮想場で私が見ることのできたものの中ではここが一番気に入っています。魚瀬仮想場も捨てがたいのですけど。裏口のドアは新しいですね。取り替えられたのでしょうか。高い煙突を縦長の写真に収めましたので、スクロールして全体をご覧いただきます。さて、この後は櫛田川をさらに遡って、旧飯高町地域の仮想場を見に行こうと思います。ちょっとネタバレすると、飯南町と異なり、飯高町は仮想場ごとに個性がありますので、今後の動画を楽しみにしていてください。さて、飯南町の他の仮想場が解体されていたので、有馬の共同仮想場にも確認にやってきました。予想通り解体されていました。煙突があったあたりです。何か建物があったのを撤去したのだろうなと分かるような状態です。壊してからまだ日が浅いのでしょうか。解体中の様子も記録に残したかったものです。飯南町シリーズは今回が最後になりますが、また別の地域の動画でお会いしましょう。さようなら。